途中で書く。いやいやいや、最初から。あ、最初からなんですか。早い方だ。長い方だ。ありえないになっちゃいました。40%。大革命です。ビジネスオタクチャンネル、本日はステップゴルフ、榎本社長に来てもらいました。はじめまして、榎本です。榎本さん、先日は、渋谷のお店にも行かせていただきまして、ありがとうございます。おはようございます。はい。じゃあ、まず、榎本さんの、キャリア含む、自己紹介をお願いできたらと思います。はい。25歳に、会社始めたんですよね。で、それまでは、はい、ツアープロの卵というか、はい、まあ、稼げずに辞めたというところですけど、うんうん、僕がゴルフ始めたら、高校生の初め、はい、中3の終わりから、中3からゴルフを始めたんですね。PL 学園に通って。PL 学園、ダダン。野球やってた。名門ですね。ゴルフに転身みたいな。うん。で、25歳まで約10年間、まあ、ツアープロの夢を追い求めて、25歳でスパッと切り替えて、はい、会社を始めました。あ、じゃあ25で企業と育ちだったんですね。うん、そうですね。はい。それから19年目ですね。はい、で、もう創業から、一貫して、もうインドアゴルフスクールをやってらっしゃるんですか。あ、違うんですよ。最初は、僕ね、岩崎弥太郎にならなきゃダメだと思って、物販を買って、はい、ゴルフ用品を仕入れて、山の上に持って行って、1.5倍で売るみたいな。はい。本当にそうでやったんですよ、はい。ゴルフのグリップでそうやったんですけどね。まあ、そういう物販業をやって、はい、で、その後にサービス業をやらなきゃいけないっていう、僕の中でのこうイメージがあって、それで2012年、まあ、約11年前に、ステップゴルフを始めたということですね、はい。で、後ほどまた細かく聞くんですけれども、やっぱ、値段ももうリーズナブルで、結構革命的なサービスだと思うんですけれども、1店舗目からの、コンセプトも同じような形だったんですか、うん、それとも途中で書く。いやいやいや、最初から。あ、最初からなんですか。最初からこの究極のコスパ、もう革命を起こそうっていうことで、4980円から始まるインドアゴルフ、通い放題、長い放題。ありえないってやっちゃいました。じゃあ、この流れで、じゃあ、ステップゴルフさんのちょっと事業内容をお伺いできたらと思います。はい。49%からって言うんですけど、はい、もう今となっては、まあ、松竹梅みたいなことで、はい。まあ、客単価で言うと6000円平均、うん、9000円平均、1万4000円平均。まあ、その上のキックモデルみたいなのもそうですけど、はい、1万7000円ぐらいの平均、はい、まあ、そうやって松竹梅のモデルを作りながらインドアゴルフを全国に広げながら、健康寿命を延伸していただく顧客を生み出す僕らの事業、目的はそれですね。はい、はい、なんかお客さんで行きますと、うん、なんか、やっぱり、経営者の方とかも周りでゴルフやってる方も多いんですけれども、うん、なんか最近は結構女性の方もゴルフやられてるなってイメージもありますので、なんかどういうような方々に会員さんになってもらってるんですか。いや、まさに僕たちが会になってもらってるのは女性の方であったり、若い人だったり、まさか自分がゴルフやろうと思わない人、そういう方々にゴルフを始めてもらって続けてまいる環境を提供しようということで、今まで6万5000円入っているんですね、はいはい。ありがとうございます。はい、で、冒頭、もう最初から、もう価格破壊のこのインドアゴルフスクールで一貫してやられてるということだったんですけれども、なんかこうどういうきっかけとか、どういう思いで始められたんですか。まさにゴルファーがどんどん減っていって、はい、で、どこのスポーツ界もそうだとは思うんですけど、で、それに使命感を覚えて、今まで19年やってきたんですね。うん、だから、インドアゴルフスクールを始めた11年前のステップゴルフの前から、僕は用品を発売するにも、はい、ゴルフを始めようと思えるきっかけを作れるような宝石みたいなゴルフボールを発売するとか、はい、そういったことを100万球やるとか、はい、なんかそういったことをやりながら、ゴルファーを増やそうという試みというか、もう覚悟でずっとやってるんですよね。うんうん、その途中に、このインドアゴルフを始めた。ことです、はいはいはい。で、まさに出てたんですけど、今、ゴルフ市場のなんか現状といいますか、うん、今なんかどういうような感じになってらっしゃるんですか。うん、インドアゴルフじゃなくてゴルフ全体、はい、ゴルフ全体、ね、全体で言うと、はい、なんかゴルフがね、注目されてるんですよ。はい、ゴルフ始める人が、増えてたり、はい、まあ、辞めてた人がやっぱりやるかってなったり、はい、ってことで、ゴルフの元々の良さであるコミュニケーションツールを生かし始めてると思うんですけど、はい、まあ、とはいえ、じゃあゴルフのマーケット市場がちゃんとこの先ずっと続いていくことになるのかどうかは、まあ一過性のもので終わるんじゃないかなという見え方もあるんです、はい、で、そこで私たちが元々からやっているインドアゴルフを生かしたゴルファーの創生という、はい、100万人のゴルファーを増やそう、はい、そしたらその先に枝に分かれてまたさらなるゴルファーが生まれて健康寿命が延伸される、まあ、そういう僕はストーリーです、はい、まあ、確かに、昔私、結構スイングひもんやとか、うん、めっちゃいいところ、はい、言ってたんですけれども、この結構値段するなっていうのを思いまして、で、やっぱそういったところで敷居の高さも感じる部分も、あるので、
はい、やっぱり、ね、家の近くにリーズナブルで練習できるところがあったら、うん、めちゃくちゃ通いたいなと思いますね。正しく、そう思ってもらえるように、今まで100テープ以上やってました。はい。で、その中で、インドアゴルフスクールの市場っていうのは、なんか今どういうような状況になってるんですか？そうですね。ちょっと関連性につながら、ゴルフマーケットはね、もちろんもともとあったと思うんですけど、はい、インドアゴルフのマーケットは、まあ、僕たちが作った、はい、と言わせていただいてます。はい。はい、もちろんゴルフバーがあったり、こうレッスンプロが、まあ、ちょっとガレージでやっていたり、はい、まあ、なくはなかったんだけど、僕がなぜ、マーケットを作らせてもらったというかというと、サービス業じゃなかったんです。はい。僕はやっぱり、マーケット市場の中には、用品を販売するにも人が接客して販売するとか、はい、もちろん、無人もあるけど、とにかく人が介在して、ちゃんとサービスとして提供するっていうことが、まあ、続いていく、まあ、店舗だったり、はい、サービスなんじゃないかなと思っていて、はい、で、私が11年前にステップゴルフを始めた時には、はい、ほとんどそういう状況にはなかった。はい。ということで、どっちかというと、先生業。あ、なんか、イメージ、弁護士さんとか会計士さんとか、なんか、プロの方がやるみたいな、そういうイメージでした。はい。やっぱりお金持ちの人とか、時間がある人が、それちょっとレッスンプロに、教えてもらって、はい、高い月謝払ってますので、はい、そんなイメージだったんですけど、まあ、それではどうしてもちょっと、ね、偉そうになっちゃうんですよ。上から目線というか、ゴルフが上手かったら偉いみたいな感じで、僕が時々言うんですけど、心の中でポケットに手を突っ込んでレッスンをしてしまっている、うん、これをちょっと問題だと、うんうん、これ、ね、聞いた人はなんか全員が全員レッスンプロそうじゃないよって言われると思うんですけど、僕も全員がそうとは思ってなかったけど、はい、それが結構多くあった。それを打破したい、なくしたいっていうぐらいの思いも含めて、僕たちがサービス業としてインドアゴルフをやる必要がある。はい。という考えなんですかね。はい。この辺はちょっと熱くなっちゃう。はい。熱い話です。ありがとうございます。はい。じゃあ、その中で、やっぱステップゴルフさん、今、105店舗まで来ているというところなので、成長の秘訣を、お伺いしていけたらなと思いまして、はい、はい。成長の秘訣一つ目は、はい。何になりますでしょうか。まず、ゴルフを始めやすい、超リーズナブルな価格設計。うん。うん、まあ、最初に言ったように4,980円から始めた。もう大革命ですよ。いや、びっくりしました。多分そんなに安いの？世の中の、もう当初で言えばもう4分の1だったかもしれないけど、はい、今でも3分の1レベル。はい。で、松竹梅って言ったように、まあ、客単価を少しずつ上げながら、家賃が高いところでも、都心でも出店していけるように僕たちなってるんですけど、はい、松竹梅でやってるからです。それでも6000円、9000円、1万4000円という形で、はい、実は9000円とか1万4000円の客単価でも、半額近いです。すごい。これは通い放題だったり、長い放題だったり、まあ、いろんなことをちゃんとインクルードして、やっていくと、まあ、打席料を取っている方、店舗もあれば、取っていない店舗も、僕たちは全く打席料を取らないんですね、はい。取ることが悪いとかではないんですけど、とにかく平均客単価としては、はい、僕たちが未だにそのレンジでも半額近く。それぐらいの、コストパフォーマンスを発揮するのが、ここ100店舗超えてきた中での、まあ、一つ目の理由かなと思います。はい。はい。で、やっぱり、革命的な安さには、なんか、理由があると思うんですけれども、うん、なんでそんなリーズナブルな、なんか価格設計を実現できたんですか？いやー、嬉しいです。そうですね。それは、はい、ズバリ、ワンオペでしょ。ワンオペ。店長が、コーチまでやる。店長がコーチまでって笑っちゃうでしょ、これ。はい。店長がなんでコーチやるんだよ。というか、コーチが、店長みたいな、はい、この店長兼コーチという、ね、商標までこっちゃったんですよ。はい。これにものすごいこだわりがあって、はい、こうならないとサービス業にならないっていう考えなんですよ。はい。はい、コーチが店長の考えを持って接すると、ちゃんと目を見て、誰々さんこんにちはとか、はい、そういうサービス業なんです、はい。店長兼コーチが生まれなかった理由です。はい、いや、それダイレクトです、はい。店長兼コーチが、はい、生まれなかった理由というか、はい、僕たちが店長兼コーチを生み出した後も、はい、生まれてないんですよ、僕。そうですよね。僕たちしかないんです、はい。それはゴルフという、なんか昔かたぎの、なんかね、堅苦しい文化みたいなものがあるんです。うんうん、で、レッスンをしたら、だいたいゴルフコースに連れて行くのは、このレッスンプロなんです。はい、だから、まあ、生徒さんという表現にもなるんですけど、はい、言うならば、マンツーマンしか成り立たないのが、はい、ゴルフレッスンの文化なんです、はい、で。それを僕たちは、まあ、5打席だとか4打席で、まんべんなくサービス業をしながら、コーチ業と、はい、いうことのバランスだから、ゴルフコースにも、イベントスタッフに向かって行ってらっしゃると、はい。自分の普段から接してる、僕たちは生徒と言わなくて、はい、会員さんを送客する、はい。こういう考え方です。あ、そういう考えでやってらっしゃるんですね。はい。店長兼コーチというものが生まれるはずがないです。はい。今までのレッスンプロだとか、ゴルフレッスンっていう枠組みの中では、異次元すぎる。はい。はい。だから、僕たちしかやってないかなっていう感じ、うん。
はい、で店舗ビジネスですと、まあ、一つは人件費っていうところで、うん、まあ、店長兼コーチみたいなところの、ワンオペでうまくいってるところで、うん、あと、この店舗の側というか、そこのところだとなんかリーズナブルにするために。そうですね。まあ、今となったらちょっと違う理由も出てきて、物件をね、安く契約させてもらうとか、はい、まあ、内装工事の方々に、数が多いから、はい、安くやる。ああ、ボリュームディスカウント。そうそう、ボリュームディスカウントがあるけど、はい、まあ、設備はみんな同じことできるでしょう。はい、まあ、それよりもやっぱり、運営オペレーションのところなんですよね、はいはい、だからやっぱりワンオペレーションということと私たちがスケールとして100店舗以上になるということはもう本当に創業時から決まっていたことなんで、はい、決めていたことなので、はい、それに向かってシステムを作るとか、まあ、本部の体制を作るとかあるというふうにするので、全ての効率性が良くなる、はい、感じです。ありがとうございます、はい、じゃあ、秘訣2つ目は何でしょうか。はい、2つ目は、はい、さっきも言いましたけど、まあ、行ってらっしゃいするシステムということですね、はい。店長兼コーチは店舗で会員さんに接客をしていると、はい、でもゴルフコースではイベントスタッフというまた別のコーチが受け入れるんです、はい、でそこに店長兼コーチが行ってらっしゃい送客するそういう考え方なんですけど、これが実に僕たちしかない、はい、ゴルフコースでのイベントをやっていたとしても毎日みたいなものです、はい、毎月25回、はい、ゴルフコースのイベントが開催されていて、すごいですね。そのうち月に、まあ、今は1回なんですけど、これから2回も3回も、毎週のように貸し切りコースイベントやる、はい、もうゴルフ場借り切っちゃいます。借り切っちゃって、初心者の方も中級者の人も上級者の人も、まあ3ホールだけの人も、9ホールだけの人も、18ホールだけの人も、あ、18ホール全部回る人も、うん、全部のカテゴリーに合わせてプランを作ろう。はい。なんだったらもうピクニックしてもらってもいい。確かに。それぐらいまで。そういうね、家族を連れてきてもらって、ゴルフしない人でさえ楽しんでもらおうみたいなのを、都内からバスを出すとか、はい、都心部からバスを出すとか、そんなことまで、設計しているので、まあ、コースイベントって言ってるんですね、はい。コースレッスンとはあまり言わず、コースイベントっていうふうに表現しながらやってる。でこの、姿が、まあ、2つ目の理由ですかね。そうですね。はい、やっぱり私もラウンドレッスンにレッスンプロの方と回ってっていうのもあったんですけども、うん、やっぱりこう、なんですか、まあ、プロの方を、まあ、まあ、一緒に回る方で、そのコーチの費用を、まあ、割ることもたまにはあるんですけども、うんうん、やっぱ少人数でやってると結構値段、しますよね。で、一方で、やっぱり、真のゴルフ場でないと、なんかこのラフ の, なんかこの草の長い短いとか、うん、バンカーからどう出すんだとか、うん、アプローチのなんか寄せ時なんか、ダフる理由は何なんだみたいなことって、うんうん、やっぱコースでしか学べないことも多いかなと思っているので、やっぱコスパよく集団で、ゴルフコースでレッスンできるっていうのがユーザー満足につながっていらっしゃる。その通り、いや、まさしくその通りですね。やっぱりコースに行かないとできないことがたくさんあるし、はい、やっぱりインドアで初めてもらったからには、はい、青空のもと広大な大地のもとで、はい、楽しんでするわけです、はい、なので僕たちはゴルフを始めたらもう1回2回インドアで練習すると、はい、ステップコートで練習すると、コースに連れていっちゃうんです、はい。そういうもうね、枠組みになってるんですよ。流れになる。で、しかも、あれですね、やっぱコースに行くと、なんか課題感がわかるんで、うんうん、なんか、練習に熱が入ると言いますか、いつも同じところでやってると、よし、当たるようになってきた、うまくなってきたと思うけど、いざコースでに回ると、いや、うん、全然できねえみたいなところありますよね。まさしく、課題感見つかるし、はい、やっぱり気持ちいいんで、楽しくなって、僕たちのね、ステップゴルフのコースイベントに行くと、はい、実はね、もともとから入会されたら、十何ヶ月も通ってくれるっていう数字が出てる。はい。それが二十何ヶ月も通ってくれるっていう数字に伸びてるんです。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ長いですね。なので、はい、まあ、ビジネス的にもっていうことじゃないけど、はい、まあ、本質的にゴルフコースにエスコートする。はい。僕たちは楽しさのエスコートなので、はい、お連れすると、そうやって伸びてくるんですよ。じゃあ、結構ゴルフって本当に仲いい友達とか、あと、お取引先的イメージなんですけど、うん、集団でゴルフコース行く場合は、もう会員さん同士で、なんか、結構知らない人とも仲良くなれるとか、うん、そういう要素が。間違いなく、コミュニケーションのめっちゃいいツールになってる。はい。うん。ですね。いいですね。なんか、共通の趣味を持った、なんか、仲間と出会えるコミュニティというか。そうなんですよ。はい、各店舗の店長兼コーチは、さっきからも言ったように、ゴルフコースのイベントに送客するでしょ、はい、ってことは、いろんな店舗から来るんですよ。はい。そうすると自分たちが通ってる店舗だけじゃなくて他の店舗からのコミュニティも一緒に来るので、ね、はい、本当に広がる。もう店舗の垣根を越えたというか、いろんな人が集う。本当そうなんですよ。いいですね。ああ、ありがとうございます。はい。じゃあ3つ目の秘訣は何でしょうか。何よりやっぱり店舗始めたからには、まあ儲けないと続けられないと。やっぱりね、投資回収
まあ、収益をね、しっかり得られるということですね。はい、投資回収が、まあ、モデルによって違うので、言うと、3年からだいたい5年ぐらい。はい。早、うん、はいですね。これ、嬉しいですね。サービス業でこの3年5年でまあまあ早いと思います。確かに。はい。で、まあ、松竹梅で言いましたように、梅モデルとか竹モデルとか松モデル、まあ、聞くまであります。はい。まあ、そういった、投資回収の期間は少しまあ1年に下がりますけど、はい、やっぱり5年かけて回収した店舗の方が得られる利益額は大きくなるので、はい、ビジネスの考え方としてはそっちも十分ありだという人たちが、はい、関わってくれますね、はいはい。まあ、そういう人たちがって言いましたけど、実はね、それに加えて私たちは出店する電子を、はい、まあ、自分たちの直営でやるだけじゃなく、今も100店舗超えた中で、まあ、7対3の割合で 70% がフランチャイズでやってるんです。はい。3割直営、70% フランチャイズ。そういうことです。はい。で、これから、まあ、どしどし直営店出していくので、比率はまあ、5対5ぐらいになるのかもしれませんけど、はい。やっぱりフランチャイズの方々が事業投資をしてくれる。はい。事業投資をしたいと思ってくれたのは、はい。やはりこのモデルであったり、本部の環境であったりがある中で、投資回収をしっかりできると。収益をちゃんと得られるということですね。はい。で、私先ほど聞いてびっくりしたんですけど、今創業以来閉店したお店が、うん、そうゼロなんです。ゼロです。嘘偽りなく閉店ゼロ。だだこれむちゃくちゃすごくないですか。うん、やっぱり私はやっぱこう店舗ビジネスのイメージって、はい、なんかやっぱり人が多い新宿とか、うん、渋谷とかなんか銀座とか、うん、なんかそういうお店はなんか収益の柱で、なんか いろんな場所に出してくるとなんか不採算な店舗も出てしまって、うん、なんか残念ながら、撤退しますみたいなこともなんかあるのが店舗ビジネスだなと思ったんですけれども。そうですね。はい、いや、本当にそうなんですけど、僕たち実は1号店を、はい、まあまあ、証券としては、どうなのって思うところから始めてるんですよ。はい、はい、ちなみに、どちらですか？その地域の方に怒られたら失礼だけど、まあ、拝島。はい。東京都昭島市拝島駅。しかしご存じない。ただ残念ながらその駅で降り立ったのが、ごめんなさい、すいませんでした。翔さんからいらっしゃった。すいません。はい。はい、なんですけど、はい、本当に今まで11年やってるでしょ、はい、1号店ってことはね、今11周年を迎えるところで、はい、その中で累計入会者数1600名ぐらい、はい、それぐらいずーっと新しく入会されては1年半ぐらい通っていたりして、はい、ずーっとこう健康経営をやっているんですね、はい、その1号店があるからこそ外堀からこう埋めるように、ね、はい、この都心部にこう近づいていって、はい、でだんだん梅モデルを竹にして、はい、松にして家賃払えるようにして、はい、で今は南青山この地の近くにも、はいはい、ザ・2月にグランドオープンします。はい、はい、まあ、そんな状況になってます。あ、じゃあ例えばさっき出た渋谷銀座新宿とかじゃなくて、うん、なんかそういうようなエリアでもむちゃくちゃうまくいってるっていうのを見て、うん、結構投資家さんとかフランチャイズの人が、うん、じゃあもうステップゴルフはどこに出しても収益化できるんだねっていうことでどんどん増えていってるとおっしゃったんですね。僕の言葉からず全部言ってます。まさにそうなんですよ、はい、外堀からこう埋めるようにやってきた最初の方は特に証券として難しいところで成功させてきたので、はい、全国展開を今から始めても全然怖くなくやってきて、はい、閉店もゼロのままいくでしょうと思っています。でやっぱり梅竹松あと菊みたいなところで、はい、まあ、値段も変わるのでやっぱエリア属性で、うん、ここはなんかちょっと富裕層が多いエリアなんで、うん、菊で行こうとか、なんかここはよりもうリーズナブルでなんかもうみんなが通うように、うん、梅で行こうとか、そういうのを適切に選んでるんで、うまくどのエリアでも、はい、閉店ゼロみたいな、はい、そうやって言うとちゃんとね伝わるんですね。あ、いやいやいや、僕ね、すぐざっくり言っちゃうからね。でも本当そうですよ、はい、ホームページうちのステップゴルフ検索してくれたら分かるんですけども、はい、最初にその価格体系が4つに分かれてるので、はい、でこれをいかにそのマーケットというかその街にフィットさせるかですね、はいはい、なのでマーケットデータもちろんしっかり見てますし、はいはい、あとは笑われるかもしれないけど街を練り歩く、はい、であとご飯食べまくる、はいはい、そういう生活圏内に入り込むと、はい、いけるんですよ。面白いですね。なんかコーヒーショップでも実はドトールとなんかエクセスヨールは同じところがやってるみたいな感じなんで、多分ステップゴルフさんも結局同じステップゴルフなんですけれども、実質はなんか 3,4 ブランドあるようなのをうまくなんか街ごとにフィットさせていかれてるんだなと思って、すごいなと思いました。ありがとうございます。いや、一番のなんか褒め言葉になってます。本当にそう思ってやってるんです、はい、モデルは今のところステップゴルフエクストラプラス、はい、プレミアムやってますけど、はい、これをねもう言うならばステップゴルフじゃないよ、銀座ゴルフブランドを生み出そうと。ああ、でもそんなイメージでした。はいはい、そう考えます。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、で、その中でやっぱなかなか、店舗ビジネスで100店舗を、超えていくっていうところは多分店舗ビジネスに関わる方であったらその難易度非常に感じられてると思うんですけども、
なんかこうどんどん店舗数が増えていくにあたっての、うん、なんかご苦労で今までこれは大変だったなとか、うん、あの この工夫でなんとかうまくやれてるとかその秘訣もお伺いできたな。あ、そうですね。まあ苦労を乗り越えられたのは、はい、今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければなるべくおつなぎできるようにいたします。